開幕まで1週間を切りました。3年ぶり6度目の選抜出場に向け、明豊ナインが調整を続けています。守備と走塁における状況判断が試合を左右するとして、今日はランナーを置いた守備練習などに重点を置きました。雰囲気としてはすごく上がってきてますし、個人個人もそうですし、もうよしやってろって気持ちが今全員強いので、それがいい形でまとまってきたかなというふうに思います。初戦の相手は福井県の敦賀気比。2015年に選抜を制した強豪です。1番から9番まで切れ目のない打線で、どこからでも点取れるしぶとい打線というイメージですし、明豊は秋の九州大会4試合で24得点を挙げた切れ目のない打線が持ち味です。一方で今大会から導入される低反発の金属バットも勝敗を分ける鍵になりそうです。思ったより打球が伸びないというか、低い打球はそれなりには飛ぶんですけど、こうフライの打球といいますかが失速するかなというのは。チームは明日別府を離れて関西に向かいます。でも目標は日本一だと思いますし、日本一しかもう目指してないので、でもそのためにまず目の前の試合を、がむしゃらに、取りに行って、その結果が優勝につながればなというふうに思います。秋の大分大会で優勝し、九州大会で準優勝した明豊。冬を越えて総合力を増したチームの戦いぶりに注目です。